皆さんどうも、ピーマンです。今回、俺と巨人の143日物語、実況98回目になりますよ。前回の実況に続きですね、中日3連戦の2戦目をプレイしていきます。これが8月最初の試合になりますね。必ず勝つ。前回は負けてしまいましたからね、連勝もストップですよ。大林、高木には期待したんだけどね、期待には応えてくれなかったんで、2軍に送り、ちゃいました。もう使うことはないでしょうね。さて今日の先発は大竹か。いいね。高木の代わりに挙げた大竹がどのようなピッチングをしてくれるのか、ぜひ期待しましょうよ。さて今日のベストオーダーはね、亀井を今まで2番で使ってきてね、亀井も結果を残してきてくれてたんですけど、ちょっと怪我しちゃったので、しばらく代打で使っていこうかなと思いますね。うん、また怪我が治ればね、スタメンで使っていこうと思うが、そしてガッツがちょい疲労溜まってきてるなぁ。今日ね、ここまで3割打ってくれてるからな。今日はちょっと外しましょう。さすがにこれだけの疲労が溜まれば難しい。高橋をファーストにして、そしてレフトに、橋本入れようかな。レフト橋本で OK だ。OK。4番橋本はあかんけどね。で、4番誰行こうかな。4番阿部でしょ。4番阿部期待しようよ。最近全く打ってないけどね。で、橋本7番、8番井端。これで OK だ。で、今回の実況ではね、監督プレイでチームがピンチになると、私ピーマンがね、監督としてしっかりと指示を出していきたいと思いますのでね、もう負けることは許されない、本当に。残り試合数はもう50試合切ってますからね。本当に前回の試合は勝たなきゃダメだった。本当にね、勝たなきゃダメな試合でことごとく負けてるのが、この俺と巨人の143日物語。ひどいからね、もう高木に期待したんだけど、4失点ありえないね。もうしちゃダメなんですよ。1点もやっちゃダメなんですよ。期待したんだけどね。まあ大竹が2軍から上がってきて、久しぶりの1軍登板というわけで。今日も期待しますよ。まあでも、久々の登板なんで、まあ、QS 達成してくれたら俺の中で合格かな。それすらも達成できなかったら即2軍行き、決定ね。グッバイ。よし行こう。頼むよ。いきなりヒット打たれたけど。いきなり、ピンチやね。いきなりピンチやね。みんなどう思う？いきなりピンチを招く先発ピッチャー。いらないよね。捨てちまおうかな。いらない、何も捨ててしまおう。君を探しさまよ。うまいそうですよ。はぁ、頼むよ、大竹くん。変化球でいこう。変化球主体だ。何いた変化球で攻めろ。はい。ストライク入れんと勝負できんからね。ボールあかんよね、完全に。よし、いい球が決まったじゃないか。グッバイ、何いた帰れ。さあ、で、ルナンだと3割2分6厘。これだけの打率。そのルナン対してどう攻める？いや、もう勝負行ってもらわないとね、逃げる必要性はないですから。ねえ、この攻めすぎてもあれなんでね、一旦、外中心で行くっていうのもありかもしれないね。どうだ？おお、いいね、ナイス、素晴らしい球が決まったじゃないか。さて、ここで平田クワガタね。いや、もう勝負していこうよ。あ、でも絶好調か。いやー、しかしこれはショート取って。はい、ゴッチャンでーす。無事抑えることに成功したね。ふぅ。よかったよかった。いきなり1回からピンチだけどね、シングルヒットで1点という感じでしたが、それも、難なくと逃れましたから。1点入れていこうよ、こっちも。おー、超の盗塁成功。素晴らしい。ここから阿部の、ノー、4番としてどないやねんと僕は思うね。今日は大田4番でよかったかもしれない。おっと、またピンチか。ランナー2塁だね。今回は出番プレイで、ランナーがね、ちゃん、ピンチになると、やるので、ランナーが2塁得点圏に行くと私が操作することになるんでね。勝負していこう。ナニータに対してグイグイ入れていっていい。あ、エルナンデスね。エルナンデス。昼はエルナンデス。そうなんです。三振。はい、グッバイ。手出しできない。これが大竹。グッバイ。すぐ帰れ。さて、谷繁。今季引退しましたよね。来年からは監督として頑張りますが、兼任ではなくなるからね、もう。選手兼任ではなくなる。しかし、選手としての怖さはもうないんだ。谷繁に関しては。ごめんね。引退して結構コケコッコ、グッバイ、三振、ほらね。あっさりですよ。谷繁じゃない別のキャッチャーを入れておけば勝てた。いや、ないね。中日のキャッチャー。あ、松井全然打たないからね。ない。谷繁でも打てなければもうない。その時点でない。さあ、で、1点入れていこうぜ。オドル、はい、来た。トゥーベース、いいね。橋本。はい、ありがとう、橋本。ナイス。すぐに結果を残す。これが橋本だ。まだまだ。はい、大竹ナイス。自援護だね。犠牲フライをしっかりと打てたよ。ちょうど。2点。お、ピッチャーに対してフォアボールはあかんねえ。これはお前あれやね。許せることやないね。まあ抑えたけどね、後続を。ちょっと許せないかな。でもまあ今日の大竹素晴らしいよ。自援護もありますし。坂本くん盗塁失敗ありえない。キャプテンとしてどないやねんと。僕は思いますけどね。盗塁なんてしなくていい。
そんな機動力生かさなくていいから、阿部が打つから、阿部打っちゃうから。さあ、いいぞ。大竹がちょっと勢いついてきたね。この勢いのまま、5回も頑張れ。いけるぞ。まだヒット1本しか許してない。カモ、カモ、カモ。よし、ナイス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 。5回、おー、デッドボール、ワッツ。よしみくん。は、2打席。2者連続デッドボール、ふざけてるね。いや、入れていこう。え、なんで？入れていこうよ。さて、6回のマウンド、当然まだ行かせますが、ここまでの投球内容、被安打は1本のみですからね。ただ、怖いのはね、ちょっと急に乱れるパターンがよくありがち。うちの巨人の選手はね、この系統をミスるとね、痛い目見てますから、ここまで。今日はマシソン、中継ぎ陣が絶好調なんでね。大竹はとりあえず、まあ、6回は行ってもらおう。大島、怖さはあるな、大島。ちょっと待てよ。大島ね、対右に強い選手だろ？頑張って、もう、頼む！大島を抑えてくれ！頼む！よし！よし！よし！大島を超えたらもう怖さはないよ。ルナも抑えて。イエス！イエス！大谷ナイス！大谷じゃねえ、大竹だ。名前思いっきし間違ったね。カモ！カモ！あ、大田通り成功いいね！オードル、オードル！カモ！橋本！シングル！あー、ダメ。後続続かない。さて、6回の、7回のマウンドね。いや、もうね、ここはね、僕は勝ちに行きます。本当に、大竹素晴らしい。今後も1軍でね、ぜひ頑張ってくれ。ここはもうリリーフでしょ。うん。リリーフ。もうマッソンね、絶好調のマッソン使っていこう。頼むよ、マッソン。いけるいける。はい。よし、サードゴロ、素晴らしい。よし！よし、ナイスマッソン、素晴らしい。ほんでも、今日は勝ちに行くからね。代打行こう、代打。バッター、亀行こうか。怪我してますけどね。結果を残してくれ、亀井。サードゴロ、あ、8番、あ、間違った。岩田に代打送っちゃった。失敗したな。オーマイガー、ミスターミスターミスター。マッソンに代打送るつもりが、申し訳ない。俺のミスだね。試合行こう。どの上。三塁ライナー。で、あ、ダメだね。よしよし、申し訳ない。俺のミスだ。さて、後続誰行く？いや、ここはもうトネでしょ。サウスポー行こう。で、待てよ。どの上変えて、そして守備に片岡を入れようか。片岡、ちょいと詰めて。これで OK。ちょっとミスったな。今さ、変えるつもりなかったんだけど。よし、トネ君。うん。お、代打で村田が出てきたね。中日にいた村田ですよ。よし、完璧に抑えてくれた。ありがとう。行こうよ。もう今日は勝ちに切るよ。もう、併殺だ。はぁ、もう誰が今併殺だ打ったやつ。ちょ、出てこいよ。ドイツだ打ったの。阿部ひどい。今日4番に入れたの失敗だね。阿部が4番じゃなかったらもっと点入ってたかもしれない。まあいいでしょう。勝ってるからね。沢村どうする？これ沢村。絶不調だけど成績はね。いやーもう行ってもらわないとしゃあないよ。頑張ってもらわないと。頼むよ、沢村くん。はい。はい。はい。いか、沢村やっぱ失敗したか。うわ、もう終わった。もうほら、もうこの筋肉役に立たんわ。やっぱ生かすべきではなかった。ああ、もうこれ変えないとどうしよう。もうここは勝負だ。とにかく抑えてくれ、沢村。ひどいぞ。守護神がなんで絶不調なんだよ。まあ、少ないイニングしか投げないんだから、それで絶不調ってもう、沢村のミスだよ、そんなもん。抑えてくれよ、頼むから。は？は？何してんねん。頼むよ、ここが勝負だ、使ってんだぜ。この打球は、犠牲フライには持ってこいでしょうね。はい、1点が入りましたよ。もう失敗した、沢村出すべきではなかった。やっぱ絶不調のピッチャーだったからね。田口が絶好調だったが、田口でもよかったかもしれない。うーわ、もうあかん。何してんねん。もう、ひどい沢村くん、何しとんの、お前。これ負けたら、お前今日許さんからな、絶対に。これ負けたら、絶対に許さない。バッター誰だ？バッター和田さんか。和田さんは、うわ、どっちにも強いのか、対右、対左。でも、どっちかといえば、対右の方が弱いのか。でも、絶対打つじゃん、ここで和田さんとかさ。いや、もう誰行く？田口、絶好調だが、生かすわけにはいかん。ここはもう、西村。西村だな。俺は西村を信用しようと思う。やっぱもう守護神は西村だよ。沢村じゃない。沢村なんてもう10勝10敗の投手だ。そんな投手ですよ。さて行こう。頼む。抑えてくれよ。コーチ派遣と行こう。いきなり行くよ。いやもう和田さんだからね。満塁策という手もあるかもしれないけどね。月追シフトだな、もうここは。行こう。ゴロで。和田さんは走力は速くないんでね。足は速くないんで。十分に取れる。これだけは、月、カム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 ！よし、このゲームセット、ほぉー、ほぉー、作戦成功、ありがとうございます。無事勝利、2対1で逃げ切りました。いや、もう沢村に関しては俺の中で信頼度ゼロ。
防御率の割には打たれる投手だと俺は認識している。抑えとしてあかんねえ、やっぱダメだ、沢村いかん、沢村いかん、あの抑え失格。ここまで防御率成績は残してきましたけど、本当に大事な場面で打たれる投手っていうのは僕は抑えで使いたくないんだよね。絶対的守護神感っていうのが欲しいんだよ。もう岩瀬だったりね、岩瀬も打たれそうで打たれない結果を残してきてる。そして、藤川だったりね、阪神の。あれももうすごかったよね。俺はあんなね、もう9回に出てきたら、あもう試合ゲームセットだ、終わりだ、もうやめちまおう。そんな絶望感が欲しいわけよ。沢村くんに関してはそれがないんだよね。防御率は 1.36。だからどうしたですよ。だからどうした、何なんだと。やっぱ俺の中で西村かな。こういうピンチで切り抜けてきてるからね。今日はね、沢村以外のピッチャー陣、そして野手も2点入った。まあ、ちょっとね、阿部が全く打たなかったのはあれですけどね。大竹が今季1勝目挙げれた。よかったよ。ねえ、久々の登板で、消されたらたまったもんじゃないからね。沢村くんは勝つ。もう守護神では使えません。マシソー、なんであれ、なんで怪我しとん、これ何日の怪我だ、何日の怪我だこれ。マシソー全治6日か。これではマシソンを使うことはできないね。この怪我してる状況で無理して使うとですね、もっと怪我する恐れがあるんでね。とりあえずマシソンを落とそう。マシソンを落として誰あげる、ポレだ。外国人制限枠が一つ空きますからね。これでした。じゃあコールマン使っていこうよ。これ俺が取った新外国人ね。これだ。これを使うときやってきた。コールマンだ、コールマン。んで、ちょっと待てよ。今回ね、大滝素晴らしいピッチングしてくれましたけど、これちょっと中継ぎ枠、あ、先発適正しか持ってないのか。コールマンは一応中継ぎ枠は持ってるんですけどね、中継ぎ適正。ちょっと誰か中継ぎに送れんか。送れんわな、どれもいいピッチャーだしな。とりあえずコールマンを中継ぎ枠に入れましょう。どのような結果を残してくれるのか、期待したいと思いますのでね。そしてね、これセットアッパーに沢村。セットアッパー沢村で OK でしょ。ほんで、守護神に、抑えに西村で OK。もう、このね、俺と巨人の143日物語、このペナント実況では今後はもう西村に守護神を任せようと思う。こんな8月最初の試合、勝たなきゃダメな試合で打たれるような守護神はいらん。欲しくない。そんなもんは捨ててしまうよ。さっさと捨てようと思うね。なんとかギリギリの勝利を挙げられた8月最初の試合、中日戦ですね。このカードここまで1勝1敗ときてます。明日の結果次第ではついにリーグ3位に浮上できるかもしれないからね。このチャンスを逃すわけにはいかん。現在は阪神とゲーム差並んでます。またマジック35と広島が着々とリーグ優勝に向かっていってますね。もうここから一度も負けられない戦いが始まりますよ。次回も中日戦をプレイしていきますので、ぜひぜひ見てくださると嬉しいです。じゃあ次回の実況でまた会おう。グーグーグーバイ。